皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は日記の動画で新聞を読んで、ね、ちょっと気になった記事があったのでそのお話をします。その記事というのは掛川市全中学校の性質を統一と、こういう記事だったんですね。掛川市では2024年度から市内の9つある中学校、この9つの中学校の制服を統一すると、このように書いてありました。2年間の移行期間があるんですけれどね。なぜ2年間の移行期間が必要かというと、この2024年の前の年に入ってきた人、その前の前の年に入ってきた人って前の制服ですからね。やっぱ2年間の移行期間、これは必要なんですよね。で、内容的にはスラックスとスカート、ポロシャツとワイシャツ、これを自由に選択できて、ブレザーは男女共用のデザイン、これを取り入れる、このように書いてありました。これまでは制服を見れば、あ、この制服は何々中学校、あ、こっちの制服は何々中学校って、こう分かったんですけれど、2024年度以降の中学生を見たら全部、あ、中学生だってことは分かるけど、どこどこ中学校ってのは分かんなくなっちゃいますね。さあ、制服を統一することのいいところ、利点、これは制服を統一することで価格を抑えることができる、家計に優しいですよね。全部の中学校ね、制服統一してるので同じデザインでたくさん作る、だから値段を抑えられる、こういうことです。それから兄弟とか姉妹で制服を活用できると、お兄ちゃんが卒業したと、でその後その制服を弟が使うとかね、お姉ちゃんの制服を妹が使うなんて、こういうこともできますよね。もちろん市内だったら知り合いの人にね、あ、うちの子卒業したから制服どうですかみたいなして、リサイクル、これもできるということで、これはいいことですね。さて、この制服を統一することに伴ってしなければいけないこと、その他で取り上げてありますけど、それがあるそうです。それは制服、このルールというのは校則で決まっているそうですね。ですから、ね、この校則を見直すと、この制服を統一する前に校則、それぞれの学校の校則を見直すと、こういうことをしなければいけないようです。校則って昔決まったものが今の時代に合っていないものってたくさんあると思うんですよ。ですから制服を統一する、その前に校則のルールを見直して今の時代に合ったものにしていくって、こういう必要があるわけですね。今日は新聞で読んだ気になった記事、掛川市で制服を統一すると、こういうお話をさせていただきました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。